これはどういう、これ全部ね、これ商品名なんですよ。韓国の商品名、商品名でありながら、要するにこれが固有名詞じゃなくて一般名詞化した、まあまあ、一番いい例がこれ、なんて書いてます？これホッチキスですね。日本だってホッチキスっていうあれは商品名じゃないですか。それが固有名詞が一般名詞になっちゃったじゃないですか。ホッチキス以外でないでしょ、言い方が、ね、針を刺してまとめる機械とかなんか、ね、ないですよね。でそういうこの表現で商品名が一般名詞化した、そういう、ね、商品を、ね、紹介したいと思います。ホッチキス、ホッチキス。じゃ次はこれは何て言いますか。スカッチですね。向こうがスカッチ、スカッチテープ、スコッチテープ。スコッチテープって何ですか。セロテープ。そうですね、セロテープのことですよ。字のかけるテープではないですか。え、字のかけるテープ、まあ、とにかくその昔から日本ではもうセロハンテープのことを向こうはこのスカッチテープって言うんですね。 3M の方が商品じゃないですか。向こうではセロテープってもう分からないですよ、もうスカッチテープ。同じ 3M の商品で、これはこれはポストイット、あ、イットですね。だ日本語ではポストイットってなってるでしょ。いわゆる付箋のことです。付箋、付箋ってほらこの、ね、カラーの綺麗なやつほら貼り付けでしょ。付箋、僕は付箋というよりはもうそのままポストイットって言ってますね。ポストイット、ね、もうこれがもう付箋のことになっちゃう、意味になっちゃってるんですよ。まあ、あと面白いのは、この辺が、これは何でしょうか。食べ物です。チョコパイ。そうですね。チョコパイ。チョコパイ。これチョコパイだってもともと商品名ですから。ね、だから、ロッテとかオリオンとかいろんなところに、ね、クラムとか、何社か出てるんですよ、韓国では。でもそれチョコパイっていうね。あ、これ、皆さん分けましたね、これ。タシだ。ね、だしですよね、だしのこと、ね、調味料のだしのことを向こうはタシだ、日本語ではだしだなってますけども、タシだ、今はだいぶ使わなくなりましたけども、ミウォンあるんですよ。これミウォンというのはもうあれですよ、味の素のことなんですよ。味の素っていうこれを韓国語で呼ぶとミウォンって言うんですね。昔このミウォンという会社がありました。今名前は変わりましたけど、食品会社でね、いろんな味の素みたいな会社あるわけですよ。調味料を中心としてこの生産している会社のミーワン、味の素、まあ、今はこれミーワンはあんまりなくなりましたよね。はい、じゃあ次はこれは何かな。これ皆さん知らないと思います。パッカス、まあ、日本語で言ったらバッカスですね。日本語でバッカスって商品あります？チョコレート、違うんですよ。向こうでバッカスいったらあれ栄養ドリンクのことなんですよ。だからオロナミン C とかあるじゃないですか、ああいうファイトなんとかっていう。バッカスってこれ栄養ドリンクのことなんですよ。でもこれ商品名なんですよ、これ。はい、これ間違えた、これ書き方間違えました。で次がこれさ、間違えた、すみません。ポンポン、ポンポンってね、お腹のことじゃないですよね。ポンポン、これ何かというと、あの台所用品です。台所で使う、なんでしょう、ポンポン。もう全然この予想つかないですよね。これあの台所用の食器用のこの洗剤のことですよね、うん、これ次分かったんですか。ピジョン、ピジョンって日本でもなかったでしたっけ。メーカーがピジョン、赤ちゃん、あ、そうでしたっけ。これピジョンって確かね、ほらえ、あのピジョンって確かあれなんですよ。これあの洗濯するときの何剤って言うんだろう、柔軟剤、あ、柔軟剤ですよ、これ。ピジョン、
え柔軟剤、ソフター。ああ、そうですか。で、僕はピジョンって言ってます。メーカーなんですね。その商品名ですね。という感じで、面白いと思うんですよね。まあ、とにかく、ホチキスは日本、あとポストイットぐらい分かりますか。あとは分かんない。あ、これも分かるか、チョコパイ分かるか、あ、他は分かんないですよね、これね。だから向こうは商品名がその一般名詞化したそういう例だって話です。